通知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 。よし、じゃあ。はい、じゃあ行きまーす。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキさんのキャンです。この番組は FM グニョンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、今日は祝日となっております。あの収録上ですが、はい私昨日オンエアの日、先週のオンエアの日ですね、おあの髪を急遽染めまして、そこまで色は変わってないんですけど、はい、あのなんていう生え際がちょっとまた白くなってきたので、はいはい、いい加減に染めようかなと思って染めました。いいですね。気分上がりますよね。気分上がるよね、全然。いや僕も今生え際黒くなってるんで、あ金曜日にまあダンパチと一緒に染め直しをしたいなと思っております。おいいね。私もそろそろ髪染めないと、なんか耳のあたり髪がつっついてきてもううざくなってきてるので、そろそろ切りたいなって思うんですけどね。マジで、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.satchatmarkgmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ミセスグリーンアップルで、アンテナです。どうぞ。あれだったんですよ。あの、なんだっけ。スポーツ系の曲で何がいいんだろうと思って探してたら、この曲があったんで、今日は。その間に。いいですね。うん。たまたまです。最近、バスケの、ゼロ巻にしようかなと思ったんですよ。はい、第ゼロ巻。だけど、最近、なんか、今年か去年かに流したなと思って。だからもう、ちょっと今日は別の曲にしてみました。僕は陸上やってたので、やっぱりあれですかね。小田裕二さんですかね。ああ。最初、ラブ2000？はい。あれにしようと思ったんですよ。そしたら、今日、ラジオ沖縄の方で流れたので、あ、やっぱやめた、みたいな。やっぱやめた、みたいな。まあ、ありますよね。うんうん。たまたま本当に寝て起きてちょっと一服してる間にリクエスト曲っていうから、何が流れるんだろうと思ったらラブ2000だったんで、よしこれは別の曲と思って、あワンピース、そうだよね、なんかやってたな、ちょっと拡散しよう、私もうん、
自分のアカウントで拡散するっていう。ポチッと。これ去年のバレーでしたっけ？だったと思います。なんか、ワールドカップかなんかの、だった気がする。って書かれてた気がする。アンテナ。だった記憶がある。まあ、日本人のスポーツ選手すごいですからね。うん、本当に。どの分野においても。うんうん。明日また日本代表サッカーがありますからね。あ、本当に？明日夕方からオーストラリア戦がホームでありますから、テレビで見れます。テレビで見れるんだ。はい。最近サッカーも何も見てないな。バスケはちょいちょい見るけど。最近あれですかね、ダゾンの配信限定とかが結構多いんで。あるあるある。この前もアウェー戦はダゾーンしか見れなかったんで。うんうんうん。もうそのためにダゾーン入ってますよ、ね。ああ、私、逆に、バスケののが見たいがために、バスケのなんか、あれじゃないですか。バスケットライブ？はい。あれ、入りましたね。いいですね。やっぱこういうの、楽しいですね。自分好きなスポーツ。そうそうそう。自分が好きなのを見れるとね、いいのよ。はい、ということで、間もなくでーす。はい。はい、ではマイクをオンにします。はい。お聞きいただいたのは、ミセスグリーンアップルでアンテナでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、スポーツあれこれです。というのも、収録上の、10月14日はスポーツの日ということになっているので、はい、今回はこのテーマにいたしました。いや、スポーツ大好きですよ、僕。私も大好き。ですよね。うん。大好き。っていうか、私、なんだろうな。小学校の時から、体育は大好きで。はい。なので、もう体育は、もう親からも、なんだろうな。なんか、5を取らないと怒られるっていうね。5か、小学校だと5段階じゃないですか。はい、5段階かな。なんか、よくできましたと、大変よくできましたと、みたいな。あれの、よくできましたまでだったら怒られないんですよ。それ以下になると、確実に怒られるっていう、そういう過程でしたね、私の。厳しい体育に関してはね、親厳しかったんですよ、なぜか。僕、体育は、大好きだったんですけど、はい、得意な方ではなかったので。あ、そうなの、ね、はい。ただでも、小学校6年生の時、うんうん、大きい手術をしまして、はいはいはい。夏休みの間に。うんうん。3学期まで体育禁止だったんですよ。あら。で、病院で、まあ、診察受けて、はい。あ、もう全然順調に回復してるから、もうそろそろ動いていいよって言われたのが3学期の途中ぐらいからなんですけど、あら。わー、楽しいじゃないですか。楽しい楽しい。下手くそなんですけど、うん、最後までずっと走ってるんですよ。それを、先生に褒められました。ああ、逆にね。カズマさんは下手くそだけど、最後まで走ってるよ、つって。なるほど、はい。なるほど。先生、それ褒めてるの、けど、どっち言う？まあ、みたいなことありましたね。ああ、私、あれだな、あと、高校の時、1年生の時かな。はい。沖縄マラソン走ったんですよ。フルマラソンの方に。すごいですね。で、その時に、たまたま、体育の先生が応援に来てて、はい、で、なんかね、まさか私が走ってると思ってなかったんでしょ？はい。で、その後から、マラソン系になると、めっちゃ厳しいんですよ。あんた、マラソン、フルマラソン、完走したでしょみたいな。目で見られるので、はい、もう私それで、
もう、勘弁してよみたいな。しんどいっすね。しんどかったなあの時は。キャスの方が届いてますので、紹介したいと思います。お願いします。カーブボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワンワン昨日の、那覇大綱引きは、入りのリスナーさんがみんな上がり引いてたって言って文句言ってたね、笑い。それ、ラジオ機の竹中智子さんが、入りの方にいて、はい、リスナーさんとかが、上がりの方にいて、はい、上がりの方が勝ったって言って、それで文句言ってました、今日。そう。私、大綱引き行こうかなと思ったんですけど、はい、じゃ暇があんまりなくて、行けなかったですね、昨日の那覇大綱引きを。さすがにね、行く暇があったら私、休みたいみたいなね、感じだったので。僕は昨日、小沢お笑いの方に行ってましたね。ああね、あったんだよね、昨日。はい、ね、それも行きたかったんだよ。面白かったですね。沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。カーブボーイさん、昨日のワンピース、これフィルムレッドでいいんですかね。はい。面白かったし、スポーツといえば、高校の時の時にサッカー部だったんだけど、大雨降った時にドロンコサッカーが面白かったな。後でよくサッカー部に怒られたけど、グラウンド整備してねって。確かに言われるね。確かに整備しないと荒れますからね。荒れるね。あ、私あれだな。このドロンコね、思い出すのが中学校の時ですね。中学校の、体育祭の時に、午後が超土砂降り降って、午後からのが、中止になったんですよ。はい。で、それで、それを見越した生徒一同が、一部の生徒ですけど、はい。急に、グラウンドに走り込んで、ダッシュして滑り込んでるっていうね。その中に女子生徒もいましたけど、私の同級生が。すごいなぁ。で、ドロンコまみれになって帰るっていう。私、その時、1個上 ?2 年生の時だったね。1個上の先輩たちの、エイサーの地方するって言って、三振の、で、準備してたんですよ。はい、で、雨降り始めて、中止だよって言われて、あ、そうなのみたいな。キョトンとしましたけどね。あの時、あれだったんですよ。もう、先生方、教頭先生とか、校長先生はいなかったかな？教頭先生だったはず。練習の時にめっちゃ、なんだろう、三振の弾いてる横から、急に歌持ちまだやってるのに、歌い出したりとか、もう、点でバラバラだったんで、これ大丈夫かと思ったんですよね。マジで。で、結局もう本番は弾かなかったのでよかったんですけど、2年生の時は。3年生の時は文化祭だったんでね。あれなんですけど。キャスの方で、カープボーイさん、昔 NBA のトレーディングカード集めていて、マイケル・ジャクソン、あ、じゃない、マイケル・ジョーダンの髪の毛がある時の、とても持ってた、あれかな、髪の毛がある時か。はい。珍しいのを見ると、ジェイソン・キッドの、ドラフトカードもある。あと、ベケットっていう専門雑誌で表紙に45番のジョーダンが載ってるのもあるよって来てますね。おー、すごいですね。コレクション。コレクションの半端ないね。同じくカープボーイさんが、昔ビリヤードやってたけど、あの遊びと思っている人多いかもしれないけど、それ立派なスポーツだよ。ワールドゲームズの、正式競技にもなってないし、アジア大会の、正式種目でもある、はい。あ、そうなんだ。ビリヤード、まあ確かにあれスポーツっちゃスポーツ、ね。スポーツですよ。知的スポーツですよ。うんうん。確かに。キャンさんは、スポーツあれこれ何かあります？あれこれですか？あれこれ。僕もともと、うん、さっき話した通り、入院とか手術とか多くて、はいはい、スポーツできない方だったんですよ。うんうん、あー。
で、中学校になったら絶対なんか運動部入りたいと思って。うんうんうん。でも、吹奏楽部も興味があって。おー。吹奏楽やるのか、野球でやるのかっていう迷ってて。うんうん。で、親が中学校からは部活していいって言ってたんで。はいはいはい。野球部入るって言ったら、お金かかるからダメって言われて。あ、そこね。はい。ってなってるところ。うんうん。まあ、友達にずっと剣道部に誘われてて。あ、剣道？はい。へえ。人数がいないと。ああ。やらないかと。ああ、そこね。はい。で、それで、じゃあ、剣道がやろうかなって言ったら、剣道だったらいいよ。あれ？なんか剣道の方が余計お金かかりそうだけどね。それがですね、防具が全部学校にありまして。あ、そういうことか。購入するの道着と、市内だけでいいんですけど、それも補助が下りるんですよ。それで、まあ、親がいいよ、と言ってくれて、うんうんうん、まず剣道部に入ったんですけど、はいはい。それが、中学校2年生の2学期。うん、へえ。まあ、部活入るの遅いですよね、だいぶ。遅いね。で、入ったばっかりで、今度、竹陸があって、その竹陸の、まあ、応援団やってる時に、はいはいはい。まあ、他校の先輩がめちゃくちゃぶっちぎりで走ってるのを見て、おー。あ、隣でスパイクつけて走ってみたい。どれくらい離されるんだろうと思って、うんうん、陸上始めました。あー、なるほど。はい。なるほどね。まあ、早く走れたら女の子持てるかなーっていう。あ、そこね。邪性もあったんですけど、そこね。全くなかったですね。全然なんもないですね。そりゃないでしょうよ。小学生の考えでした。あー、まあ、小学生あるあるだからね、それ。走れば。はい。めっちゃ早く走れば持てるだろうっていう。でもだから、あれでしたよ。結局気づいたら、うん、自分、中3で陸上始めたんですよ。あ、意外に遅いんだ。そうなんです。中3の4月から練習を始めて、はいはい。で、僕たちの学校って、リレーメンバー、県で優勝するメンバーだったんですよ。おー、やば。だから4人もすでに揃ってて、へえ。で、1人は11秒前半。早っ。1人は11秒後半。早っ。2人が12秒台フラットぐらい。早いよ。で、走れる子が4人いたので、はい。まず、リレーメンバーに入るのは皆無だったんですよ。うんうんうん。で、そっからも他の、だからサポートメンバーとかも結局12秒前半で走るメンバーばっかりなんですよ。早いって。で、そんな中、半年練習してると、なぜか、急にぐいぐい伸び始めました。おー。その5番手になりました。すごっ。5番手でもすごいし。生徒会長でリレーメンバー入る。やばい。それでもモテなかったー。カープボーイさんがキャスの方で、剣道もまあまあお金かかるんじゃないって。そうなんですよ。同じこと。道具まで揃えるとかかるんですよね。うんうんうん。でも高校入ったら、小田高校、うん、剣道も有名だったんで。あ、確かに。はい。めっちゃ誘われました。ああ。カズマさん、お前の運動能力だったら絶対いける。けどもやろうって言われたんですけど、うんうん、ごめん、陸上に集中したいっつって。おお、あえてじゃあ陸上に行ったんだね。そうですね。高校では本格的にやりたかったんで。うんうんうん。まあ、そっからやっぱり伸びましたし。はいはいはい。ちゃんと大学も進みましたし。うんうんうん。大学でも陸上できたんで。うん、すごいし。めっちゃ楽しかったですね。あたしのスポーツあるある。あたしは、でもバスケ始めたのが高校だったんですよ。はい。まあ、遅い方で、まあ、小学校、中学校は、習い事が結構ぎっしり入ってて、はい、で、親からも、部活はダメって言われて、はい、唯一入ってたのが小学校5年生の時ぐらいかな。合唱部にちょっと入ってたぐらいで、もう運動という運動は本当に体育の授業と遊びがない感じだったんですけど。そうなんですね。そうそうそう。で、高校の時に、親に、意地でもバスケやるっつって。はい。で、あまりにもバスケ好きだったんで、その時から。もう、親にも、お願いやからもうバスケ入れてっつって。うん。行って、バスケを始めたっていう。で、今に至るみたいなね。たまに今もバスケするんですけど。始めるの大変ですよね。始めるのまあ大変。僕もだから、あれですよ。ちょっとその前に、足速いっていうのは、体育祭とかで僕結構、アピールできてたので。はいはいはい。親に、うんうん、なんかちょっと今度陸上代表入ってって言われたって嘘つきました。うん。自分でやりたいって言ったのに。あはは。あはは。学校ではやらせてくださいって感じだったんですよね。ああ、なるほどね。はい。私でも入ったきっかけっていうのは、本当はバドミントンとかもやりたかったんですよ、高校の時に。はい。でも、
高校、三郷高校、その、今もない、あるかな、ないかな、わかんないんですけど、バドミントン部がなくて、で、どうしようかなーって言ってる時に、バスケ、そういえばやりたいからバスケしよう、みたいな、部活紹介があるじゃないですか。はい。学校ごとに。それの、部活紹介の時に、よし、バスケしよう、みたいな感じで、友達も誘って行ったんですよ。友達もなんか部活入りたげだったんで、なんかもう、一緒にやろうぜ、みたいな感じで、同じクラスメイトの友達と、はい、バスケ部行って、で、うちの友達も、このバスケ初心者だったんですけど、私なぜかぐいぐい伸びまして、高校2年生の夏ぐらいには、はい、スタメン入らんかっていう話まで出てましたよ。いいですね。で、地区大会とかあるじゃん、ちっちゃい大会。はい、あの時は、2軍のスタメンまで行きましたね。おー、サッチーさん大活躍だったんですね。そう、私、オフェンスは、まあまあ下手くそなんですけど、はい、ディフェンス力があるみたいで。おー。なので、センターとか、ちっちゃいんで守ってたんですけど、さすがに、センターばっかり守るのもって思いながらやってましたけどね。いやー、でもなんか自分特色が分かると、なんか練習とかも違いがありますからね。ありますね、確かに。っていうか、あっという間に時間が過ぎていってるっていうね。はい。沖縄大好きさんがキャスの方で、僕も中学校、高校、バスケ部に、バスケ部に入って、初めてマイボール持ったのは小学校6年生でした。おー。沖縄大好きさんもバスケ部だったのね。ちなみにスポーツ関係ならバッティングセンターは下手っぴーだけど、打つのは、好きですって。ファミリースポーツランドでバッティングしたり、テニスしてました。テニスも確かに私なんだろうな、体育の先生にいろんなのをなんかさせられて、体育の時間っていろいろあるじゃないですか。はい。で、あまりにもなんか、テニスのちょうど授業の時に、あまりに下手っぴーの人と組まれて、先生が、なんか見かねて先生相手にやってました、ついに。カープボーイさん、そういえば中学校の時は絶対サッカー部に入るつもりだったんだけど、入るか隠しの前に剣道部ってあったから、その時漫画で634の剣っていうのを読んでたから、思わず剣道って書いて1年だけやったと来てます。メール一通来てるんですけど、はい、来週に回します。来週も引き続き。にしようかな。どうしようかな。ちょっと今迷ってて。はい。どうしよう。実はまだ話せないネタもいっぱいあるんでね。あるんですよね、実は。はい、あるので、どうしようかな。来週のテーマもそのままに行きましょうかね。珍しく2週にまたいで。じゃあテーマ発表しちゃいましょうか。はい。来週のテーマは、スポーツあれこれパート2で行きたいと思います。イエーイ、やったー。珍しく話が盛り上がりましたね。盛り上がってまさかのメールも読めずというまあそれだけスポーツ私たち二人ともやってますからね。そうですね、やってますし好きですし、うんうん、いろいろな目線で語れるので語れますね。確かに僕も陸上もプレイヤーだけじゃなくて審判の経験もありますし。おー。私あれだな、バスケ部入って速攻で、審判講習会ってあるんですよ。はい。で、それに、あまりにもルールもわからずまんま入ったんで、監督に行って、審判講習会受けさせてくれって頼みました。おー。なので、まあ、結構、バスケのルールも変わってはいるんですけど、はい。ある程度だったら審判できます。あ、いいですね。まあ、高校生ぐらいまでだったらなんとかいけるかな。でも、バスケの審判きつそうですよね。ずっと走り回ってる。ずっと走る。はい。とりあえず走る。あれはサッカーの審判とバスケの審判、ほんときつそうですよね。あ、確かに。まあ、一番サッカーの方が辛そうだけど、距離的に長そうだし。そうそうそう。
あと私ね、バレエもちょこっとやってたんですよ。お、あ、そうなんですね。そう、バレエボールもちょこっとやってたんですけど、あまりにも人数がいすぎて、これ絶対無理だなと思ったんで、そこでやめました。はい、あと僕はあれですからね、趣味とはいえ一応スケーターですからね。あ、そっかそっか、そうだよね。はい、キャスの方で沖縄大好きさん。バスケの審判は確かにきついっす。行ったり来たり走り回るのでってきてますね。いやー、きついよね。きつい。カープボーイさんが、小座に誰、誰な、誰鼻、あ、はいはいはい、モーリーさんの鼻歌ね。わからん。確かにわからん。RBCI の方のですね。これは鼻歌のことですね。私もわかりませんでした。来るとき聞いてましたが。はい、ということで、お時間になっちゃいました。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。来週も引き続き。よろしくー。まだまだ話してない内容はいっぱいあるね。あるあるなのに自分の陸上を やったきっかけを話してしまう。いや別に構わない。あるあるできたら陸上部あるあるある。え、そうなの、あるあるってあるんだ。いっぱいあります。まあ、バスケあるあるも私まだ話してないけどね。バスケのきっかけを話したけど珍しいな。でも考えたら中学校の時、吹奏楽部でもよかったかもな。私も吹奏ちょこっとかじりましたよ。やりたかったんですよね。楽器触れたくて。なんか音楽好きなもんね。はいはいはい。私あれですね、ユーフォニウム？はい。ちょっとやってたんですよ。はっ。前ね、もう全然弾けなくて。高音は出せないの。低音は出せないの。中間はできるはするけど。もう、難しくて。テーマとは別でメールしたっす。あれね。ジングルのやつかな？見たよ。足が痺れてる。じゃあ、後でキャンさんに、あれして、聞いてもらってから判断しようかなと、使ってみようかなっていうのはあるけどね。これ、なんだっけ、沖縄大好きさんが、メールで、はいはい、ジングルを遊びで作ってみたって、私の番組の。お、さっちの気まぐれラジオのですか？そうそうそう。メール来てて、これ、転送したいんだけど、どんなしたいの？FM ギマ797@gmail.com に。どうやってやるのって話なのね。転送、これを。これ。これで、転送で。あは。そのまま。さていいでしょう。はい、変わりましょうね。アルファベット、数字か。数字。使うなり、食べるなり、煮るなり、焼くなり、好きに。FM か。FM。木曜日。あ、木曜日収録なのね。沖縄大好きさん。多分これで送れるんじゃないかな。OK。これできたら、ダウンロードできる。うんうん。お、来週あれですよ、100回ですよ。100回ですよ。おめでとうございます。100回ですよ。どうしようかね、もう100回も続くと。あ、来ました。来ました。はい、オッケー。あとでダウンロードしましょう。はい、曲終わってからがいいかな。がいいかもしれないですね。うんうん。